ようございます、本日は8月20日土曜日、3万ゲットの日。ただなんか昨日なよさんが言ってたように、なんか俺に言うことがあるらしい。まあ楽しみですよ。なんだよ、楽しみ楽しみ、なんでも来いと。受け入れてあげるよ、なんでも。あー来た、あれ、エガちゃん、エガちゃん多いな。なんかあれやんね、俺なんかエガちゃんのイメージキャラクターになってるパチアを回ってるみたいな毛があるわ。来た、桜井チーチ。あ、全然人おらん、ラッキー。何打てばいいですか。はい、何打てばいいですか。ジャグは地雷です。ジャグは地雷出てないです。出てない、メインやっぱ絆ですか。絆、え、絆、絆、絆、いやいや、ゴッド、ゴッド、ゴッド系無理やろ、そんなバジやな決めた、バジや。あれ、はい、ありがとうございます。28番バジ無理じゃないこれ。なんでや、もう無理やってたら途方に暮れるやん。はい、じゃあ到着おめでとうございます。ありがとうございます。はい、販売員でいただきます。はい、でよ、あ、はい、今というわけで今日も頑張ってプレイしてください。はい、まあペナルティというか、はい、中継ぎに仲間が増えます。仲間、今日から仲間と共に一致連行してもらいます。はい、はい、おそらくシルバーブルトボに準備してると思うんですけど、はぁ、カマキリゴです。はぁ、これを、これで、これで来いみたいなこと。いや、違う違う違う、ヒッチハイク禁止とかではなく。ああ、そうなんですか。ヒッチハイク禁止じゃない、ただ仲間と共にゴールを目指してください。え、こいつを連れていかないかんの、CB に。もちろん。はぁ、ちょ、待って、これってか、何、これ塗ったんすか。3日かかってます。3日かかって塗ってくれた。はぁ、なにこれ、え、ダサい、ダサいです、はい、まあまあダサいです、これ。わかりましたよ。いや、もう全然、あの、てか何言われても受け入れようと思ってたんで。ああ、そうなの。もちろんもちろん、はい、強くなりました。もうちょっとなんか、うわーって言うと思った。いや、だからそう、逆に、もうそういうのを、もういいでしょ、そういうのいいじゃないですか。もう全部受け入れようと思ったんで。じゃあね。はい、失礼します。ちょっと一周しようかな。あ、で、一応安全のために、はい、これもプレゼントをするので。こういうことですよね。こういうことですよね。そうです、こういうことですよね。こういうことだ。わかりました。なんとかわかりました。じゃあこれで CB まで行くと。でもとりあえずなんかチャリが来た。カマキリ号が来た。もう今日の実戦とかも何も身が入らん、まあ、とりあえず片野には降りたんだけど、ああは言ったもののね、チャリで行かないといけないんで、まあ、若干めんどくさいなと、いう感じで。次の5名様入場どうぞ。お待たせしました。おはようございます。バージ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 。いやー、キノコする。リセットされるか分からんねんけど、とりあえず前日ゴスルーだから、まあいいんじゃないかなと。まあとりあえずね、たどり着けたんで、うん。まあ頑張っていこう。いやー、なんか今日はね、なんかね、あんま身が入らんというか、なんか、たどり着けた時点でもうゴールみたいな。毛がある。でもこういうこうフラット無欲な時にいっぱい入れたりするんだよな。
いや、チャリでこっから福岡とか余裕だろ、実際なんも無理じゃないわ。当たるな、これ当たる当たる。272ゲーム、投手9戦。はい、ダメ、リセットも判別できず。一回入るまではやる、打つか。よし、30ゲーム強者からちょっとテンション上がる。カスガスや、カスガス、全部カス。今もうどのホールもさ、この絆をめっちゃ入れてくる風潮、もうどうしようもないやん、打つしかないやん絆を。その状況だけどうにかしてほしいよと。絆ってしかも意外と動画映えせんしね、なんか絆の動画見とって面白くないよね、あんまり。だから全部予定調和やからさ、やば、2枚目。おい、よし、196ゲーム投資1万5000入れすぎやろ。あー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 、もう来年サラリーになったらお前なんてもう撤去や、撤去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 されろお前なんて、ほんとマジで壊したいわ、マジ全国のマジを壊していきたい。173ゲーム投資2万、入れよもう。全然ダメ、4する。カスカスカス、何してきたかに分からんや、ほんと鹿児島わざわざ下ってきて。おいおい、3枚目、11時半で3枚目。ガハハ、これマジヤバいって、これ。いや、なんかそうさ、3000枚規制とかさ、出玉規制じゃなくてさ、もうバジを撤去するだけでいいよ。それだけで負ける人だいぶ少なくなるわ。もうそれでいいよ、それでいいよ、バジ撤去。あー、バカや、おかしいおかしい。6する、リセットは確定した。あー、リプレイ当たるんか、これ何やって。あー、鬱陶しい。あー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 、当たった。サバイス7回目、おかしいよ、やっと入ったわ。全部移植、やっと入った。はーい、7回目、やっと入った。 AT 量2時間かかったわ、マジ故障や。あーあー、なんでや、おい、どうした、半分返ってくる、半分返せ、半分許すぞ。ここで巻き物、うまっうーまっうーまっ、はい、できすぎくんや、できとる、よくできとる、よーし、よくできてるよ、ずっとこれでいいわ、これの繰り返しだったらまくれるわ、マジでうまいわ。あーあーあああ、941枚、半分は返ってきた、許す許す、お前許す。やめるか、いや、きついわ。うわ、730のハーデスあるやん。
これ多分天井やと思う。うん、当たった、すぐ当たった。829ゲームマジで移動して100ゲームぐらい、うまい。70ゲーム222枚。ああ全然やな。投資が3万1000、今ね750800。おおおお、何やそれ、無駄な引きや。はーい、うわー懐かしい、エロ懐かしい。俺西野司が好きやったな、ショートカットのこのエロい感じ。みんな巨乳なよな。あーこんな子おらんかな。てかこの学生の時に戻りてえな。あもうしゃあないからこの場で打つか。もう一発にかける感じやな。よし2000円、232ゲームあ、赤やん、赤赤やったな、赤やった。マジ、うわ LED 赤で入らんやった。仕事でも 1% やからな。うわこれ騙されるかもしれん。これまだどうしよう、怖い。セガ投資額でいうと5枚目、やべえだろこれ。アリ様、バジリスク全面撤去されてくれ。ほんとなんでみんなここ取って撃つんやろか、クソだい。なんで俺も撃つんやろ、わからんな。あーよかった、はい、ゼンベルやりました、ゼンベルでした。はい、449枚。あー、今777枚のレシート持ってて総当たりが44,500、あー結構あんな、654枚、1200枚、2万負けぐらい。この角台の奥多摩層、これちょっと打つわ、2.5バチ、これでまぐるって帰ろう。はい、おー、ある1000円、あるぞ。よし1000円、よっしゃ、ストップ。わあ、早く何も千枚日に戻りたい。なあもうしたくないな。なんで俺こんなことやってるんやろ。昨日も言ったけど俺なんか悪いことしたかな。これ終わったら100万ぐらいもらえるんかな俺。やったらやるけどな、何の見返りもないもんな。なんでやってんの。さすがにこれやりきったら自分で自分を褒めよう。これは5月よりマジで過酷やった、いろいろと。大王さんはね、だからね、基本的に俺のことを苦しめたいん。大王さんの想定よりね、ヘッチ役成功するからね、それにムカついてね、チャリとかいうものをね、俺にね、渡していきたい。単純におもちゃ、俺は。だから俺が一矢報いれるのは、そのおもちゃが思ったように動かないっていうのをするしかない。だから大王さんは俺にチャリ乗せて苦しんどるのを見るおもちゃと思ったんやろ。だから俺はもう悠々自適と涼しい顔してチャリ乗ってやるわ。俺が一時ね報えることができる唯一の手段。出してきたわ、もう待って、入れてくれた、こんなとこ。6万円目、今日何もいいことないわマジで。変なチャリは来るしさ。Thank you.
疲れ様でした。投資が、52,000。もう一回ね、流したりしたからね。の回収が26,000。26,000負け。ちょうど半分。ひど、26,000か。でね、もうなんかめっちゃ体調がね、悪い気がするんだよ。なんか気持ち悪い、頭痛いよね。で、本当やったら昨日泊まったすぐそこのビジネスホテルにまた泊まろうと思ったんですけど、いっぱいと言われまして、団体が入ってていっぱいって言われて、で、いろいろこの辺の人と話をしたら鹿児島市に向かうか、新幹線が通ってる薩摩川内市っていうところに向かうかになるんですよ。で、鹿児島市に行っちゃうとでも熊本から遠ざかるんですよ。なんでもう熊本に行くってことを考えると、明日移動するってことを考えると薩摩川内市に行ったがいいだろうと。一応そこも新幹線は通ってるんで、ホテルはいっぱいあるんですよやば、いやマジ風邪ひいたかもしれない。皆さん覚えてますか、朝の思い出したくもない。お荷物、もうまさにお荷物。あー見えてる、あー見えてる、見えてるな。あーおるおるおる。はいね、こいつと行かないといけないんですよ、 CB まで。実践中も話してたんですけど、まあ、あの人は俺にどこまで苦しめたいんかとね、どこまで俺を苦しめれば気が済むよと。なんかしたかと俺は。いや、いいよ別に、もうこいつと言ってやるから。もう何が来ても受け入れるって、ね、昨日言ってたし、朝も言ってたんで、これで30キロ先の薩摩川内市ってとこまで行きます。で、そこに泊まって明日移動しようかなと思っております。クソダサいのね、すっげえ恥ずかしいんだけど、すっげえ恥ずかしいし、もうファミマにおったらもうその恥ずかしさがもう倍増。めっちゃ恥ずかしい。もう完全に広告とファミマの宣伝等や俺。これね、あ快適や。あ、これね、俺熊本まで行けるわ。熊本まで行ける、これ快適ですわ。だいぶ、いや、いいぞ。これを危ない危ない、撮影しながら厳しいぜ、さすがにね。ナイオッピー、ナイオッピー、ナイオッピー、撮影しながら厳しいんじゃないこれ。ちょっと厳しい固定する場所がないから、とりあえずちょっと道中ちょいちょい止まりながら進捗は言うんで、とりあえず、まあでも20キロぐらいなんですぐです。2、30キロなんですぐです。頑張ります。あのね、多分今5キロぐらい来たんですけど、やばいんだよ、なんもない。車道も歩道もないみたいな感じ。いや、暑すぎるから、いや、音楽でも聴かんと怖すぎるからさ。ちょっと坂道ばっかり、山越えてんのかな、これ。やべ、これはさ、やべ、ちょっと待って、やばい。結構来まして、おそらくあと10キロちょいで、腹減りすぎたんですきや。このチャリ取るやつおるわけないわ、買いかけんでいいわ。チャリの様子が気になってきた。取られるわけないわね、実際冷静に考えるわけがない。いけるか、よし、いけるぞ。いや、ついてないんだけど、まだ薩摩川川内市にのとりあえず入りました。あと6キロ、いけるぞ、いけるぞ。着いた、あれ、あの東横イン泊まる。あーめっちゃ遠かった、マジ山何個越えたか分からんわ。
着いた。ああやべえ、3時間かかったチャリで。おい、足臭すぎやろ。マジで着いた。やば、30キロ、この距離だよ。今ここにいるんですけど、桜井中地、あ、今ここか、桜井中地ここだよ。これだよ、距離にして33キロだよ。俺よう来いだな、やるな俺、やればできるな。まあ、より過酷になったけどね。まあいいよ、受け入れてやるよ、やってやるから。ああはい、まあ今日からちょっといろいろ変わりましたけど、頑張っていこうと思います。やれます、やればできます、なんとかなりました。はい、ちょっと今日すぐぐっすり寝て明日に備えようと思います。はい、ではお疲れ様でした。なんか気にした。